自分が光っている人になれば、明るい人が集まってくる。面白いことに、人に対して変われ変われという人ほど笑わない、暗い人が多いように思えます。世の中のここが悪いじゃないか、ここが暗いじゃないか、ここが理不尽じゃないかと言っている人ほど暗くなってきて笑わない。暗い社会じゃないかと言っている人ほど本人が暗い。社会を勝手に評価論評し、問題点を指摘している人ほど暗くなっているように私には見えます。世の中を暗い暗いと嘆くより、自ら光ってその闇に照らせ。これは私が自分自身に言い聞かせている言葉です。その人が光だったら、その人の周りには闇はないでしょう。論評する暇があったら、まず自分が光になることです。自分がどう光るかを考えるといい。世の中の暗さを指摘して糾弾している人ほど笑顔がなく、暗さを投げかけているのかもしれません。早くそれに気づくことです。光という文字は、人の頭の上から五方向へ明かり、火が発している様子が元になった象形文字です。光がどういう人の頭から発しているのかというと、明るい人の頭から発しています。真っ暗闇の中で明るい言葉を発する人と、愚痴や泣き言ばかり言っている人を比べてみると、光り方が違います。明るい言葉を言っている人は、頭から光を発しているようです。にっこり笑ってありがとうと言うと、ぼーっとあたりが明るくなったような気がします。観光という言葉があります。この言葉は海や山のような景勝地へ行くときに用いられます。観光の語源は中国の駅経と言われていますが、私は仏像などから出ている光を見るという意味で用いられていたと考えています。仏画にはよく五光が描かれていますが、昔は仏像の光を見るために各地の神社や仏閣を回った人もいたようです。光の元になっているのが人というのはすごいことです。そして光を発している人のことを明るいと呼んだ。古代の人は光を発している明るい人と、光を吸収する暗い人を見分けることができたらしい。陰気な人のことを暗い人と表現したのは、その人が光を発していなかったからでしょう。嬉しい、楽しい、幸せ、大好き、ありがとう、愛してる、ついてるという肯定的な言葉を口にしている人は、その人がそこにいるだけで光を発するので明るい。そしてその光は暗い人を照らして明るくするのです。
光とは、人が光ることによって周りの人や環境を明るく照らしてあげることです。光を発している人の周りには明るい人が集まり、明るさを宇宙に投げかけているようです。